それだけ？じゃ、何しに来たの？まさか今更命令ってものについて聞きに来たわけじゃないんでしょ？まあ、あなたは自分の世界で好き勝手に暮らしてたんだろうから、それを知ってるのが私だけってのもわかるけど、それにしてもバカね。そんなこと私に聞きに来る？普通、仮にも私は一番偉い人なんだけど。そういうことこそ仲間に聞きなさい、榊に。ねえ、そういえば朝社が行かなかった？何しに行ったの？それだけ？さあ、新しい暇つぶしでも見つけたんじゃない？白金もせっかく来たんだから、あの子のとこに顔出してあげなさいよ。いいんです。
あ、見て見て。おお、白鳥の制服だ。どう？似合う似合う？似合わん。ひどいよ。別にこれから3年間飽きるほど見るんだから、見せびらかしに来なくたっていいじゃん。なんだよ。ねえねえ、タケルちゃんも制服着て見せてよ。やだよ。あ、これだね。はい。やだ。着てよ。やだ。バカ、何しやがる。脱げ脱げ。 お前。あ、ちょ、し、わかったわかったから引っ張るな。伸びるだろう。似合う似合う。タケルちゃんは何着てもかっこいいね。まあそれは認めよう。ごめん、冗談。なんだと？ねえねえ、後で一緒に教科書取りに行こうよ。お前まだ行ってないのか？うん、一緒に行こうと思って。じゃあ俺のも頼む。ダメだよ、一緒に行くんだから。勝手に決めるな。面倒だよ。お前行くんだからついでに取ってきてくれ。いいじゃない、せっかくだからお出かけしようよ。え？この間行ったじゃん。あれはみんなで行ったんだよ。タケルちゃんと二人でお出かけなんて久しぶりだよ。なんで二人で行くんだよ。いいじゃない、久しぶりだし。やだ。行こうよ。やだ。なんだよ。だからなんだよ。おばあさん。たーく。タケルちゃんが私の制服無理やり脱がそうとした。タケル。ちょっと待て。よもや戦場でそのような泣き言が通じるとは思っておるまいな。では次はタケルだ。刀を収めて座るがよい。
まあよかろう。なんだ？ん？それはこの訓練そのものの意義を問うていると考えてよいか？なるほど。私は初めにこのような技術を習得すべきであるとしか説明しなかったしな。結論から言おう。この訓練は変則的だが本質に問題はない。この訓練は居合と剣道が混ざり合っている。人によっては中途半端に見えるかもしれん。特に日本人はこの垣根にうるさいからな。うん、逆に問題点の指摘から行こう。その方が分かりやすい。戦国の世に生まれた居合とは本来敵の不意打ちに対する策だった。つまり不意に敵に襲われた時、瞬時に刀を抜き敵を一撃のもとに仕留め刀を戻す。この一瞬を勝負とする。したがっていかに素早く効率よく刀を抜くかが重視され、これが抜刀術、すなわち居合なのだが、まずここに一つ我らの現状と乖離した問題がある。何だと思う？それはそうかもしれぬ。私はまだ直接ベータと戦ったことはないから定かではないが、いや、戦術機に刀が装備されていることから無力ではないのだろう。なるほど、それも間違いではないが、あまりに根本的すぎて私が望んだ答えではないな。その意見については後で述べるとしよう。正解はこの動作にある。そうだ、敵に襲われると分かっていて刀を鞘に収めたままでいるなど、むしろ愚か者のすることだ。ベータが相手であるとした場合、想定はすでに臨戦態勢なのだ。つまり抜刀術であるはずが抜刀そのものが無意味なのだから、それを学ぶことに意味があるのだろうか。ここでこの訓練が何を目的としているのかを知る必要が出てくる。最も重要なのは精神を養うことなのではないか。さっきの話にもつながるが、我らは銃を持って戦う。したがってより実践的な訓練はそちらに任せておけばよい。それはいくらもあるだろうが、一つはイメージだ。日本人にとって刀というものは鞘に収まっているもので、それを抜くという動作には精神状態を切り替える効力がある。そのイメージを頭の中に作り上げる訓練のために刀が鞘に収まっていると思うのだ。そこが我らが日本人たるゆえんだ。当然それだけのわけがなかろう。では具体的に我々が刀を用いて訓練を行う理由は何だと思う？
その通りだ。刀には限りがない。銃の弾が切れ、それでも戦わねばならぬとき、威力を発揮する。折らないために訓練がある。また、私はこれが一番だと思っているのだが、戦術機の問題がある。戦術機の装備の一つに刀があるが、刀を使う場合に重要なことの一つは間合いだ。近すぎると威力が死ぬ。遠すぎるとそもそも当たらない。その通りだ。戦国の世、居合で勝負がつかず、相手と対峙すればそこからが剣術勝負だった。だが現代ではこれが分かれてしまっている。そうだ。だがこの点に目をつむれば本質に何の問題もない。私もだ。ただ自然な形に戻ったのだとしか思わないな。温故知新、何事も闇雲に固執するのが一番良くない。その点、国連軍と帝国軍の差を見るのは面白いぞ。それぞれのこだわりがあるようでな。ん？どうした？帝国本土防衛軍のことだが。知らずにいたのか。我らは国連軍所属だぞ。実質的にはアメリカ軍と大差ないがな。この横浜基地は国連軍のものだ。本当に知らずにいたのか。まあいいが、そなたの場合、存在そのものが特別なのかと思ってしまうな。このことは他の者には内緒にしておけ。特に榊に知れるとまた何か言われるぞ。ん？そうだな、秘密だ。うん、わかった。あ？なんだ突然。それを言うなら、そなたは相当面白い男だぞ。いや、面白い男だ、いろいろと。さて、休憩が長くなってしまったな。再開しよう。では、行くぞ。はっ。あら、白羽。まだみたいね。こら、タケル、遅いじゃないか。早くこっちおいで。席取ってるからね。サバ味噌とカツ丼？呆れた。両方食べるの？頑張りなさい。来ないわね。いいんじゃない、何か用事があるのよきっと。ええ、別におかしくはないと思うけど。別に。食べましょう。やめときなさいよ。連絡が来てないんだから、私たちは行く必要はない。悪かったわね。
みんなにも。感じるも何もそうしてるんだから当然じゃない。白金、決して悪いっていうわけじゃないけど、一つ忠告しておくわ。あんまり人のことに立ち入らない方がいいわよ。それならこれからもっとそれを意識した方がいい。あ、いたいた。お待たせ。構わん。白金二つ。おめでとう。いただきます。ん？白金、どうしたの？話を振られる分には構わんが、それは言えないの一言で終わってしまうぞ。え？あ、あ、そう。好きにしなさい。ごちそうさま。じゃあちょっと私することがあるから先に行くわね。あ、ねえねえ千鶴さん。何？後でみんなで遊ぼうって言ってたんだけど、どうかな？そうね、いいわよ。タケルは？じゃあ自由時間になったらここに集合だよ。わかった。それじゃあ、じゃあ僕たちも行こうか。タケルさんは行かないの？そうか、じゃあ後でね。タケルはおそらく違うのだな。今日我らが遅くなった理由を知りたいか？不本意ながら私には何枚もの舌があるようなのだ。榊とタケルのことで教官に呼ばれていた。あの二人はどうなのだと聞かれたぞ。しょっちゅういざこざを起こしているように見えているのだろう。特に昨日の命令云々のことがな。そなたは我らに比べて人に干渉することが多いな。誤解するな、悪いとは言っていない。ただそれを歓迎しない者もいる。私たち英士候補生が優遇されているのは知っているか？周りを見てみよ。これだけの人間が一堂に会する食堂で我らがバラバラに座ったことがあったか？少ない仲間との時間をバラバラな場所に座って過ごしたいとは誰も思わんだろう。座席はあればいいというものではない。
煙たがられている。優遇された結果そうなったのだ。それは私が言うことではない。時期が来ればおのずから知ることになろう。だが一つ言えることは、その原因は私たちのそれぞれにあって、そのことが明らかになるのをそれぞれが嫌がっている。人によるだろうな。榊はその点人一倍過敏に反応する。私たちは今まで隊として必要最低限の結束しか持っていなかったように思う。だから昨日も言ったが、そなたの存在を私は歓迎しているのだ。そなたは自分で気づかぬだけでいろいろとやっているぞ。そなたの浮世離れした言動は凝り固まった私たちの常識をことごとく揺さぶる。それがタケルの自然体というなら、これからもそのようにするがよい。なんだ？その通りだ。そうだな。うん、このことは私とそなたの新しい秘密だ。誰にも言うでないぞ。何が秘密だって？京塚総長。タケル、あんたメイヤちゃんに適当なこと吹き込んでたぶらかそうとしてるんじゃないだろうね。どうだろうね、男ってやつは綺麗な女がそばにいるとすぐカッコつけたくなるからね。京塚総長、そのタケルは別に。ダメだよ、あんたしっかりしてるようで実は何にも知らないお嬢様なんだから、コロッと騙されるよ。タケル、あんたも女の子に囲まれて嬉しいのはわかるけど、あんまり尻ばっかり追っかけ回してんじゃないよ。どうだかね、腰ばっか鍛えてないでちゃんと全身運動すんだよ。じゃあね。京塚総長にはかなわん。だが良い方だ。あの方はここに帝国軍の旧訓練校があった時からまかないをしていたらしい。この地を奪還し国連軍が基地を建設した後に、わざわざ疎開先から戻ってきてここに住み込んでまで私たちの食事の面倒を見てくださっているのだ。そこまでは知らんが、そうなのではないか。知らぬ。ご子息が一人おられるという話を小耳に挟んだことがあるが、あとは少々豪快すぎるが、若い基地職員たちの母親代わりといったところか。そうか、そうだな。私もそろそろ行く。うん。
ろいろ持ってきたよ。まずはお手玉、おはじき、これはあやとりね。で、今回究極の新兵器を導入したんだよ。新しい仲間が男の子だって聞いて、入院中に看護婦さんに買ってきてもらったんだ。へえ、そんな話聞いてないよ。その時が来るまで内緒にしてたんだもん。なになに？じゃーん。白金ってすごい才能だよね。え、なんか言った？はい、ケイさん。おののけ。漫才か何か？知らないわよそんなの。あ、知らないわよ。榊さん、行くよ。いいわよ。だ、もう一つ行ってみる？大丈夫？おしまい。教えてあげようか？
わあ。あ。あ。うわ、顔面直撃！もしや、私は今、バカにされているのか？三剣に怒るなんて他と違いよ。逆ギレ？何それ。ねえ、私思ってたんだけど、白金ってチョップ君に似てると思わない？うんうん、食いしん坊だし、運動も苦手で。あ、なんか私も知ってるかも。手先も不器用で。そうそう、とにかく何をやらせてもダメダメなのに、根拠のない自信に満ち溢れてる。チョップ語とか喋ったりもするよね。するする。私はそのものは知らんが、どうにも救いようのないやつだな。そんなにそなたに似ておるのか。あら、怒ることないのに。子供たちの人気者だったのよ。あのテレビ今でもやってるよ。え？入院中に見たもん。お兄さんもお姉さんも変わってたけど、チョップくんの人形は変わってなかったな。へえ、懐かしいな。なんかね、薄汚れてて歴史を感じるっていうか、哀愁が漂ってたよ。何か哀れみを誘うな。相変わらず口パクパクさせて大げさに動いてた。あと両手の下の棒ね。人形師の人の動きが面白くて本当に生きていると思ってた頃もあったわ。ねえねえ、チョップくんってクマだっけ？カエルじゃなかった？違うよ、一応鳥でしょ？羽あったもん。だからチョップくんだってば。白金ということらしいな。チョップくんはね、工作したり実験したり、地球のいろんなことをお兄さんとお姉さんから教えてもらうんだよ。楽しい教育番組だったよね。あ、すごい自覚してる。とにかく白金はチョップくん決定ね。国民的人気者だよ。むしろ光栄に思うべきだと思うな。それは嫌。じゃあね、チョップくんにお手玉は不向きだったってことで、お姉さんな。はい、これ貸してあげる。あら、けん玉じゃない。どうしたのそれ。入院中に仕入れた新兵器だよ。これぐらいならできるでしょ。ちゃんと聞こえてるよ、タケル。あのね、仲良くなった陸軍のおじさんがね、ホームランができたよ。ホームラン？球を持ち上げて、この棒で打って、ぐるんと一周させて、また皿に乗せるんだ。ああ、あれホームランって言うんだ。で、タケルは？
日本人の。白金、今まで何して遊んでたの？いいけど、手加減しないよ。望むところだよ。タケルさんもやる？千鶴さんはあやとりね。この前の複雑なやつ、また教えて。いいわよ。タケルもやる？それともそなたは剣玉か？そうだな。相手がいれば将棋でもしようかと思っていたのだがな。カウンターで申請すれば借りられる。どうだ？私の挑戦、受けて立つか？そうか。では、盤と駒を借りてこよう。じゃ、私たちはおはじきしよう。うん。じゃあ、千鶴さん、これ取って。借りてきたぞ。ところで、タケル。そなたはどのぐらい強いのだ？当然だろう。もしや、ほとんど経験がないのか？そうか。ならば私は飛車角抜きでやろう。私はここに来る前は毎日のようにやっていたからな。よかろう。それほどであれば相手にとって不足はない。これで私の3連勝だな。時間に3回も対局できること自体珍しいよ。飛車角桂馬銀抜き、白金そんなにハンデもらって勝てなかったの？タケルは将棋に慣れていないだけだな。先読みをしようとするところは伺えるし、時折焦ることもあるぞ。いやいや、鍛えればそれなりに強くはなりそうだ。また手合わせを頼む。ちなみに一つ助言すると、そなたの矢倉は金を一つ使っていないぞ。間違っている。所在なくただフラフラと動いているから、その隙を突かれるのだ。いいの？教えちゃって。よい。その時は私が抜く駒を減らせばよい。対等に渡り合うには時間がかかりそうだね、タケル。Thank you.
タケル、いるか？うん、そなたにこれを貸してやろうと思ってな。これは将棋のルールブックと詰将棋の本だ。ある程度覚えてからルールブックを再読するとまたいろいろと学ぶことがある。詰将棋はクイズを解くように楽しみながら将棋を学ぶことができる。本ならば道具も場所も必要としないし。どうした？ん？そうか？なんだそれは。ゲーム外？フレアディスとは違うのか？ゲーム、なんだと？はぁ？フレアディスを知らないのか？本当か？フレアディスとは携帯型の GPS だ。前線部隊の兵士に支給されているだろう。なぜそれがここにある？持ち出し管理は厳重のはずだが。見せてみろ。タケル、そなたは何をしている？いいからそれを黙ってこちらに差し出せ。そなた、それをどうするつもりだ？とぼけるな！プレアディスが個人で所有できるわけなかろう。もしやそなた、それを外部に横流ししようとしているのではあるまいな。最初からそうしていればよいのだ。なんだこれは。プレアディスではないのか？ではなんだこれは。何やら絵が写っているぞ。写真、いやこれは絵だな。なんだこの鮮明さは。まさか軍の機密か？それを持ち出そうとしているのか？そういえばそなたは自分を特別だと言っていたな。言動に奇妙な点も多い。本当に訓練兵か？その反応。タケル、そなたとは短い間だったが、隊の仲間としての信頼を築いてきたつもりだ。だから正直に申せ。そなたは。あ、いや待て、よせ。秘密の軍務であれば、一階の訓練生である私などが知る。なんだこれは。ゲームオーバーと出たぞ。なんだこれは。ひょっとしてこれはゲームなのか？これがゲーム？なぜこんな機械が。画像の鮮明さはプレアディス以上だぞ。こんなものがゲームだと？タケル、そなたは何者だ？工作員でないなら何者なのだ？いくら私たちが不干渉だと言っても、これは別問題だ。こんな機械がゲームとしてこの世に存在するなど、信じられん。
見たところ軍用品でもなさそうだし、こんなものが民間に出回っているのか、一体どこの国の技術だ。メイドインジャパンに、日本。タケル、もはや適当な言い訳では私は騙せんぞ。場合によってはたとえスパイでなくとも軍法会議ものだ。これは国家の一大事では。ヨルナ、そうだ、私がここから立ち去れば5分もせぬうちに MP によってそなたは身柄を拘束されるだろう。その奇妙な言葉遣いも全て理由が明かされるまで帰ってくることは不可能だ。いや、生きて戻れる保証も。ヨルナ、私も軍人の端くれだ。何？スーパーエリート？めまいがするぐらい適当すぎて思考が停止してしまったぞ。本当か？ではそのスーパーエリート隊員とやらがなぜ体力もなければ兵器に対する知識もないのだ。怪しまれないため？一応筋は通っているが、逆にそのせいでそなたは目立っているぞ。まあそれは納得したとして、そんなことをする目的は何だ。軍事機密だからか。そなたは博士の研究室に行くことができるのか。私はてっきり博士が出てこられたのだと思っていた。博士のことを先生と呼んだりするのはそういう意味なのか。そなたに不足している知識を日本で補っているのが光月博士なのではないのか。ではそのゲーム外が日本製なのは。なるほど。いや、まだだ。そなたがスーパーエリートソルジャー隊員だったとして、ゲームを持っている理由がわからん。娯楽用の玩具にこのような技術を投入する余裕は今の人類にはないはずだ。そもそもゲームというのはサイコロを振って駒を進めるようなものを言うのだ。それは明らかにシミュレーターの類であろう。やはりな。
バルジャーノ？この表示されている戦術機の名前か？なぜ戦術機のデザインが違う？敵も戦術機のようだが。なんだと？では次期主力機はこのような家電粒子砲を装備しているというのか。いや、事情は分かった。そなたが特別というのはそういうことだったのだな。だろうな。分かった。これについてはもう何も聞くまい。信用する。しかし、さすがは光月博士だ。個人携帯のシミュレーターなどというとんでもないものを開発なさっていたとは。え？しかし、興味がないとは言わないが、だが、わかった。私たちの間には、とても人には言えぬ秘密ができてしまったな。心配には及ばぬぞ。私は誰にも口外しないからな。では、私は戻る。うん。いや、念には念を。ではまた明日。みつるぎさん、どうしたの？眠そうね。昨日は眠れなかったの？いや、そういうわけではないのだが、寝不足には違いない。うん、珍しいね、メイヤさんは寝不足なんて。本当ね、規則正しい生活では随一だったのに。昨晩はいろいろとあってな。心配には及ばんぞ。以上、解散。今日のご飯は何かな？すまんが、今日の昼食、私は辞退させてもらう。え？うかつにも寝不足になってしまったので、昼は少し眠りたいのだ。そう。でも何か食べた方がいいんじゃない？
午後は座学だけゆえ、なんとかなるだろう。このままでは講義中、意識を失ってしまいそうだ。それは良くないよね。見てみたいけど。そう言うな、あやみね。では、失礼する。ん？どうした？うん、不覚にも訓練に夢中になってしまった。私も驚いている。確かに楽しみながらする訓練にも十分意味があるようだ。ん？ハマりすぎ？なんだ？ああ、そなたの舞台の暗号か。大丈夫だ。ではな。先に行くよ。それもそうだね。タケル？どこに行くのだ？そうだな。そうか、タケルには誰も声をかけなかったのか。そうか。ん？なかなか良いぞ。分かっているとは言うものの、正直中断のしどころが難しいな。朝言っていたのめり込みすぎるという意味の言葉だな。自分では常に気をつけているつもりなのだが。わかった。皆によろしくな。なあ、タケル。あやみねさんはグラウンドで訓練、サドキさんは部屋で勉強だって。そういえば、メイヤさんは？ううん、知らない。寝てるのかな？でもなんか変だったよね、今日のメイヤさん。うん、寝不足なんてほんと珍しいよね。まあいいや。それよりタケルって何か折り紙知らない？そう、男の子はあまりやらないのかな。あ、でも紙鉄砲とか作ってるよね。あれどうやるの？タケルさん、ここを持って。船船、ちょっと持ったら目をつぶって。いいよ。どう？びっくりした？そうか。ビビる？三通りか。そんなのできるのかな。僕は聞いたことないな。タケルは？そうだよね、発想は良かったのに。でもちょっと挑戦してみようか。いいよ。みつるぎさん、ひょっとしてまた寝不足？これで3日目よ。体の調子悪いんじゃないの？そういうわけではないのだが。一度医務室に行った方がいい。大丈夫だ。
今日こそはちゃんと眠れそうだ。何かやってるの？いや、そういうわけでは。みつるぎ！はい。どうした？ぼーっとして。すみません。確かにお前たちは一度聞いているところではある。分かりきったことだから聞く意味はないということか？いいえ。まあいい。では今説明した状況下で最も効果的とされる戦術的対処方法を白金に説明してやれ。はい。タケル、昨日はそんなつもりではなかったのだが、それで一つ聞きたいことがある。ステージ3というところが終わるとイントルージョンという表示が出て、足しか見えない巨大な敵が出てくるのだ。その敵にいくらやっても負けてしまうのだが、どうしたらよいのだ？うん、いくら楽しみながらとはいえ訓練だからな。ノルマを決めたらそれはこなさなければならん。で、どのように対処すればよいのだろうか。何？なるほど。もっと迅速に展開せよと。よし、わかった。今日はようやくゆっくりと眠れそうだ。うん、心配はいらん。ではな。あれ、タケル、なんだか最近珍しいね。相変わらず無意味に元気ね。あなたの顔見てるとどうしても。タマセは部屋に道具を取りに行ったわ。タケルも持ってきたら？ちょうどね、今日の騎乗演習の復習しようって話をしてたんだ。ケイさんは今までいたけど部屋に戻っちゃった。逃げたのよ。誰かさんと同じ顔してたもの。まあ、あやみねはちゃんと分かってるからいいんだろうけど。ところで、メイヤさんは？誰も知らないの？珍しいわね。別にいいけど、そういうことって今までなかったから。バカね。それは私たちの生まれやここに来た経緯についてよ。体内での行動にお互いが無頓着という意味じゃないわよ。それとこれとは話が別だわ。剣さん知らない？うん、呼んだんだけど返事がなくて。そうか。あ、それより今からね。そうそう、そうだったんだ。タマセとタケルか。どうした？いや、目が疲れたので外で空を眺めてきたのだ。どうしたの？なんでもない。心配には及ばん。そう。ねえ、これから一緒に勉強しようって言ってたんだけど。せっかくだがどうしてもやることがあってな。そう。うん、許すがよい、タマセ。うん、別にいいよ。
ミツルギ、今日も寝不足なの？いや、そういうわけでは。何言ってるの？目の下にクマができてるわよ。昨日の朝はよく眠れたって言ってたのに、また寝不足になっちゃったの？大丈夫だ、何も心配はいらん。全然説得力ないよ。やっぱり一度見てもらうべき。いや、大丈夫だ。あ、そうか。よし。どうしたの？すまんが、これで失礼する。訓練には遅れぬようにするから心配はいらんぞ。あ、メイヤさん、どうしちゃったんだろう。明らかにここ数日様子が変だわ。何か知ってる？ねえ、今晩あたりみんなで誘ってお話でもしようか。そうね。もしも病気じゃないとすれば、それで少しは気が紛れるかしら。そうだね。大丈夫？いいよ。じゃあ夜に PX に集合ね。すぐ来るそうよ。と言ってからもう15分経つよ。付き合い悪いね。きっと来ないと思うな。興味なさそうだったし、何かおざなりな感じだったよ。どうしちゃったんだろう。だと思ってたんだけどね。どうもそれだけじゃないみたい。最近の休み時間のメイヤさん見てないの？気づいてないの？鈍感だね。いつもね、何かを考えてるようなの。私たちの話に集中してないんだよ。仕方ないわよ。何か理由があるんでしょ？そうだね。じゃあ何して遊ぶ？白金、ちょっと。白金、あなた、なんか知ってるんじゃないの？蜜月があんな風になったのは、あなたが来てからのことだから、一応聞いてみたのよ。今のところ問題っていうほどのことじゃないんだけど、やっぱり良くない傾向ではあるわ。あなたも言ってたけど、彼女冷静だし、悔しいけどみんなの信用かなりあるのよ。でもこのまま行ったら、信用があった分その反動が怖いわ。お願いできる？不思議と彼女、ああなってもあなたとだけはよく話しているみたいだから。よろしくね。ん？タケル、どうした？もうそんな時間か。許すがよい。何をだ？なんだ、心配いらぬと言っておろう。神経質だな。それよりもタケル、聞きたいことがある。
あれは一体いくつまでステージがあるのだ。そうか、まだ先は長いな。で、ステージ5で戦術機を襲う四足歩行のロボットなのだが、あのレーザーの軌道が。どうした？場合、一度やり過ごしてから倒すのが良いのだろうか、それとも思い切って突進するのが良いのか。タケル、聞いているか。なるほど。ではその場合、なんだ。そうだな、あと10分以内には行けると思う。で、突進した場合だが。ということなのか？なんだ？気のない返事だな。皆には心配ないと伝えておいてくれ。不思議と彼女、ああなってもあなたとだけはよく話しているみたいだから。
タケル。あ？なぜヤシロがここにいるのだ。バイバイ。そなたに詫びねばならんことがあるのだ。すまない。そなたから預かったゲームガイが壊れてしまったのだ。電源を入れても何の反応もしなくなってしまって。していた。おそらく何がしかの警告灯であろうと思い、昨夜は早々に電源を落としたのだが、直すことはできるか？うん。私が酷使しすぎたのだろうか。高度な軍事機密であるのに。すまない。何と言って詫びればよいか。私の扱い方に問題があったのであろう。
高度な軍事機密を。そうなのか？しかし。いや、それは良いのだが。どの道返そうとした矢先の出来事だったのだ。これ以上それにのめり込んではそれこそ体調を崩してしまうしな。その結果総戦技評価演習に影響が出ては本末転倒だ。そうなってはタイの皆に合わせる顔がない。そもそもそのシミュレーター訓練の成果は戦術機に乗ってこそ発揮される。まず総戦技評価演習を突破せねばな。そうだ、修理にあたって私にできることがあれば遠慮なく言ってくれ。タケル、元気かい？なんだい、人の顔見るなりそんな態度。あんただけだよ、まだご飯食べてないの。千鶴ちゃんたちはもうとっくに食べてどっかに行ったよ。タケルも休みを無駄にしてると偉い人間にはなれないよ。ほら、あんたの分で、今日はこれからどうするんだい？かすみちゃん、おはよう。元気かい？おや、タケルはかすみちゃんを知ってるのか？あら、白金じゃない。何、寝坊？ゆうこちゃんまで、珍しいもんだね。おばちゃん、その呼び方やめてよ。こんな下っ端がいるのに。他に誰がいるの？いいじゃないか、どんなに偉くなったってゆうこちゃんはゆうこちゃんだよ。まいったな。ゆうこちゃんもね、まりもちゃんもね、あたしが面倒見たんだよ。当時からこの子は浮いててね、変なことばっかりしてたよ。もうやめてよ。天才天才言われててね。それでも私にとっちゃ素直ないい子だったねえ。私に聞かないでほしいわ。あら、そういうこと言う？で、マリモちゃんはともかく、ゆうこちゃんはほんと珍しいじゃない。どうしたの？気分転換に下々の生活を垣間見ようと思って気まぐれに。口は相変わらずだね。で、何か食べるの？そうね、二人分お願いできます？はいよ。で、
うしたの？訓練は？あ、そう。ほら、白金、トレイ受け取って。は？じゃないでしょ？私の分と社の分。じゃあ、自分の置いてけば？相変わらずまずいわね。かわいそうになるわ。おばさんが合成食料でよくやってるわよね。あの人本当は料理上手なのに。あ、上手だからこれで済んでるのか。とてもここでは言えないもの。食べ飽きたわよね、ヤシロ。バラしたら面白くないのに。それにしても白金、あなた何とかやっていけてるみたいじゃない。最近はあんまり泣き言訴えに来なくなったしね。ヤシロのところには割と顔出してるみたいだけど。だって一通り話は聞いたし、一番面白かったのはやっぱりそっちの自分のことかしら。そうね。ま、どこにいても相変わらずの私でよかったわ。興味はいろいろあるけど、文化面については想像しにくいものが多くて、面白いかどうかの範疇外ね。もちろん楽しんでるわよ。天才には天才なりの楽しみ方もあるのよ。釣れないわね。ま、総選挙評価演習が終われば生活も変わるから、いろいろと聞きたいこともできるでしょ。そうよ。勇ましいね。番茶飲むかい。かすみちゃん、人参頑張って食べな。そうすりゃすぐ大きくなれるからね。私の息子もね、戦術機乗ってるよ。今はどこっつったっけね。天族天族でね、兵隊さんが不足してるんだって思うよね。もう訓練校に男が入ってくること自体珍しくなっちまったからね。何しろ男は最初から徴兵対象だったからね。私は昔から柊木町に住んでたんだけどね、ここに避難命令が出た時、親戚のいる北海道の網走に疎開したんだよ。北海道は北の外れだからね。さらに網走となれば東寄りで、安全といえば安全な場所だろ。
ところがね、日々の生活もままならないありさまで、みんな荒れててね、ひどいもんだったよ。物資の輸送がね、追いつかないんだよ。何しろ疎開で東北から北の人口は2倍になってるしね。青函連絡船も今じゃ規制かけられちゃってるからね。おや、知らないのかい？青森と函館を結ぶ船だよ。津軽海峡は今では堂々と国連軍が横断してるのよ。それと交差する連絡船は一方的に規制を受けてるってわけ。昔からの人はいいかもしれないけど、私はそこに根を張る気にはなれなくて、また戻ってきちまったよ。そりゃそうだよ、基地の一室借りてね、お世話になってんだよ。ところでタケルは出身どこだい？あちこち転々としてたって言ってなかったっけ？ふーん、この辺にも住んでたって言ってたわね。本当かい？どの辺だい？へえ、私は2丁目で食堂やってたんだよ。ほら、商店街沿いに行くと踏切があるだろう。あの手前の角でね、京塚食堂って言うんだけどね。しろ、ご飯も食べたし、今度は誰をからかいに行こうか。ゆうこちゃんもほどほどにしとかないとダメだよ。あたし昔からこうだもの。じゃ、やしろ、バイバイ。非常招集、白金、やしろ、急ぐわよ。集合しました。よし、状況を説明する。本日丸六深丸佐渡島配部から出現した旅団規模のベータ軍が海底を南下。同丸六深七帝国海軍日本海艦隊が守る海防ラインを突破した敵は新潟へ上陸。丸六四八旧国道沿いに展開していた帝国軍第十二師団が接敵。丸七一丸、圧倒的なベータの物量に対し増援の遅れから戦線が瓦解。丸七二九、敵戦力の約3分の1を残し帝国軍第十二師団壊滅。残りのベータ軍は散開し内陸部に進行。帝国軍第十四師団の追走間に合わず、これをロスト。そして30分ほど前、分散していたベータが再集結。第二防衛線を突破し八海山の北西10キロの地点まで到達した。八海山、さらに北関東絶対防衛線に沿う形で南下し、新潟、長野、群馬3県の県境より急遽南東に進路を変えた。このまま進行を許せば絶対防衛線を越えてくるのはほぼ確実だ。帝国軍はこれを阻止すべく交戦中だが苦戦している。厚木基地より出動した国連軍の支援部隊は現在前橋付近にいるが、間に合わない可能性が高い。なお、先ほど判明した敵の予測目標地点は本横浜基地。戦況は芳しくない。付近の各帝国軍基地からはすでに援軍が出撃しているが、前線部隊との合流は微妙な状況だ。もしも交戦中の帝国軍が後退するようなことになれば、当然絶対防衛線圏内が戦場になる。現在
同横浜基地司令部は防衛基準体制2を発令。帝国軍の戦線が後退し、当基地が防衛基準体制1に移行した場合、訓練兵である貴様たちも戦闘に駆り出される。いいか、これは訓練ではない。我々のすぐ目の前で、そして今現在、同胞が命を落として敵と戦っているのだ。ただいまより訓練兵6名は実弾武装し、命令あるまで待機を命じる。了解。開ける。落ち着きがないな。目につくぞ。どうしたの？手が震えている。
大丈夫？うなされてたけど。覚えてる？急に倒れるからびっくりしたわ。どう？落ち着いた？今日はゆっくり休んでおきなさい。本当に大丈夫？何？今回だけ特別よ。おやすみなさい。教官よ。何？気にすることはないわ。誰にだってあることよ。ゆっくり休みなさい。命令よ。射撃訓練はここまでとする。立て、白金。白金、ここのところ随分気合が入っているようだな。そうか、これまでよく頑張ったな。代わりといってはなんだが、褒美を用意した。明日から1週間南の島でバカンスだ。
夜明け前に集合ポイントまで移動。作戦命令を受け取る。了解。分隊前進。やっと到着？もったわよ。それじゃ始めましょうか。はい、これ今回の任務よ。確かに受け取りました。ま、せいぜい死なない程度に頑張りなさい。いざって時は荷物の中の通信機を使いなさい。当然試験は失格だけど。気の持ちようだ。タケル、早く装備を受け取れ。ベルトキットだよ、タケルさん。作戦遂行中の装備品が新品とは限らないでしょ。使えなさそうだったら修理しろってことよ。よかったら僕のベルトキットと交換してあげようか。タケルってそういうのは不器用そうだしね。任せておくと心配だから。無駄話はここまでだ。作戦内容の確認をする。本作戦は戦闘中戦術機を破棄せざるを得なくなり、強化外骨格も使用不能という状況下でいかにして戦闘区域から脱出するかを想定したものである。したがって脱出が第一優先目的だ。また行動中地図中に記した目標の破壊、後方撹乱を第二優先目的とする。破壊対象は全部で3箇所。作戦時間以内であればその方法は問わない。本作戦は144時間後、所定ポイントの回収機の離陸をもって完了するものとする。以上が現時点で貴様らが知りうる情報のすべてだ。時計合わせ。57、58、59。作戦開始。了解。白金、こっち来て。地図を見る限りだと全員で一箇所ずつ回る余裕はないね。地図を見ればわかるであろう。全部分かってたら訓練にならないよ。この湾の形から現在位置がここだって分かるでしょ。で、そのスケールから島全体の大きさや目標までの距離を割り出すんだろ。上陸地点からここまでどのくらいの距離だったか分かる？そうね、 2.2 キロぐらいだったかな。それを基準にするのよ。日頃何のために完全装備で行軍訓練をしていると思っている。体力はもちろん、そなたの体に自然に距離を把握する感覚が染みついているのだ。で、さっき見た日の出の方向でコンパスとの方位を一致させるんだよ。
ける、大丈夫？しっかりしてよ。分かりましょう。編成はどうする？そうね、穴だからよ。鎧さんと組めばいいと思うよ。先ほどの反応を見るに心もとない。鎧であればそれを補える能力がある。正しい選択だな。僕はいいけど、それが嫌なら別の編成の方がいいと思うよ。どうなの？なら決定ね。安心して、そのつもりはないから。とは私が行くよ。うん、わかった。良いのか？誰だってこんなところで足踏みしていたくないわ。わかった。ならば鎧とタケルだな。どのポイントを目指せばいいかな？そっちは B 地点を、私たちは C 地点を押さえるから残りはいいわね。私たちは A 地点だね。それ何も書かれてないだけだよ。どんな地形なのかまるで不明なのよ。パートナーが鎧だからだ。鎧ならどんな罠であろうとパートナーであろうと必ず乗り越えてくる。頼んだぞ、鎧。うん。合流地点はあそこにしましょう。期限は3日目の夜まで。回収ポイントまでの時間は少しでも多く確保しておきたいから。だから急ぐのだ。書かれていない以上どこかにヒントがあるはずよ。分かりやすいところでターゲット地点とかね。爆破前に念入りな探索を忘れないで。4日目までは待つわ。けどそれ以上は待てない。この作戦は脱出が第一優先目標なのよ。合流できない場合は各自回収ポイントを目指す。いいわね。みんないい？絶対合格よ。了解。気をつけてね。
ねえ、聞いてる？えい！本館発火式の地雷とかもあるんだよ。気をつけないと。なんか怒ってる？本当に気をつけてよ。分かってる？いいからゆっくり下がって。ね、罠があったでしょ。まあ見えるように仕掛けてたら意味ないからね。なるべく僕から離れないでね。ああ、離れちゃダメだよ。でも危険だよ。タケルが言ったのは直線距離だからね。移動距離だったらこの地形だとその3倍くらいは見ないと。当たり前だよ。間違ってたら困るし、時間のロスはしたくないからね。情報が不足しすぎててほとんど使えないんだよ。民間用地形図よりひどいんだもん。そうだね。目
標の破壊は明日以降に持ち越そう。ここからは罠の数が格段に増えると思うんだ。夜になっちゃうと僕でも全部は解除しきれないよ。目標の警備状態の確認も慎重にしなきゃならないよ。それにあんまり爆破が早すぎると警戒が強化されて他のチームがやりにくくなっちゃう。当然僕たちの行動にも影響が出るしね。警戒がきつくなる時間は短い方がいいでしょ。こういう目に見えない連携も評価対象なんだよ。不満そうだね。安全な場所を見つけて今日は休もう。明日以降のことを考えるなら体力は温存するべきだよ。動かないで。動いちゃダメ。特に手は。動いちゃダメ。今撮るから。よかったね。刺されてたら死んでたよ。ダメだよ。ちゃんと虫が来ないようにしておかないと。よく晴れてる。いい朝だね。じゃあ朝ごはんにしようか。取れればいいものだからね。火を起こすのに時間がかかるから朝方はそのままだよ。あ、水はあまり飲まないでね。いつ補給できるかわからないから。さあ今日も一日頑張ろうね。
あと、高機動車を見つけたよ。どうしても持っていくっていうなら水を捨てて水筒に入れるしかないね。けど本来前線で戦う兵士が1日に必要とする水は飲料用で最低でも2リットルなんだ。ちなみに僕たちの水筒は1本1リットルも入らないから、最初からすでに足りないんだよ。確実に飲める水源が見つかるまでは水を大切にしないとね。そうだね。じゃあここを破壊しよう。タケルは軽油を運んできて。軽油は燃えにくいから高圧線と組み合わせて遅延発火装置を作るから。遅延発火装置も捨てたものじゃないね。この爆破は別動隊にとってもいい撹乱になったはずだよ。僕たちも結構距離稼いだし、位置を特定される危険は低いはずだよ。ここからが大変なんだよ。気を抜かないでね。時間的にはね。でも崩れやすいから無理だよ。ある程度まで登って落ちるのがいいところかな。ワイヤーが
る。怒らないよね。怒ってる？落としちゃった。ベルトキット。持ってるから。行こう。取りに行ってる余裕なんかないよ。
ごめんね。不安だったでしょ？置いていかれるかも、なんて思ってたんじゃない？無理しなくていいよ。そういうことがあるから、怪我人のそばには絶対誰かがいてあげなきゃいけないんだ。ごめんね。タケルが生きてて、よかった。ごめんね。食べ物探してきたから、すぐに焼くね。何言ってるの？立派な食料だよ。食欲が戻ってきてくれたのは嬉しいけど、肉だとカエルとかヘビになっちゃうよ。カレー粉がないと臭くて食べられないって。ねえ、体どう？ないから体少ししびれてない？僕にはこれしか取り柄がないから。やばい？そうだね、やばい。でもうがいしたし、今までなんともないからもう平気。ううん、まだ水筒半分ぐらい残ってる。飲む？ごめんね、タケルの水なのに。でも僕までやられるわけにはいかなかったから。BDU からタバコの匂いがしなかったこと、気づいておくべきだったよ。ヘビはタバコの匂いを嫌うんだ。タバコをつけた水に BDU を1日つけておけばいいんだよ。体に匂いがついちゃうから嫌なんだけどね。PX で売ってるよ。でも京塚さんは僕たちには売ってくれないんだ。女の子は体を大事にしなきゃいけないからって。吸うわけじゃないのに。だからみんな正規軍の先輩からもらったりするんだよね。みんなしてるから、てっきりタケルもしてるのかと思ってて、すっかり忘れてたよ。ごめん。そうなんだ。もう休んだ方がいいよ。悔しいって思うのが大切だよ。休んで早く治さないと。そうだ
ね。普通の足で9時間ってところかな。タケル次第だよ。今はそんなこと忘れて元気になることだけ考えて、それをどれだけちゃんとできるか次第だね。だからそれを忘れて。ひょっとして寒いの？強がりはダメだよ。パートナーには自分の状態を正直に伝えてくれないと。じゃあこれ使おう。早速役に立つね。はい、タケル。ちょっと我慢してね。他に方法ないから。ダメ逃げないで。怪我や毒の時に怖いのは不安から陥るショック状態だって教えたよね。気の持ちようで本当に死んじゃう時だってあるんだよ。中から冷え切った体は表面だけ暖かくしてても意味ないんだよ。シートだけじゃダメだから。そんなに嫌かな。タケルは僕のこと嫌い？心臓が鳴ってるよ。だんだんタケルの体が温かくなっていくのがわかるよ。タケル？タケルの体変なことになってる。あはは、興奮しないで。ほら寝よう。男の子だもん、仕方ないよね。その元気があれば大丈夫。ほらほら寝るよ。あのね、僕だって女の子だからね。元気になったからって変なことしちゃダメだよ。
はよう。忘れるからさ。はい、これほら、食べないと回復しないよ。まあ、食欲があるだけ体力的にはまだ大丈夫だけどね。体にはいいんだよ。全然いいよ、食べられるならいっぱい食べて。まあ、レーションだからね。ショック。分かったよ。うん、大丈夫、気にしてないから。ああ、よかった。だってタケルは僕のことが嫌いで避けてたわけじゃないんでしょ。言っとくけど僕は女の子だからね。わかった。僕ってその全然ないから。みんなには細くて綺麗だねとか言われるんだけど、はあ、男の子か。同じもの食べてるのにどうしてこんなに違うかな。タケルはどれぐらいが好き？あれ、元気になったね。うわあ、タケル！
蛇の毒だってまだ体に残ってるんだ。無理しない方がいい。ここで休もう。タケル？もしかして。ここまでにしよう。きついんでしょ？体。嘘だよ。
大丈夫？ずっと黙ってたから。僕だって諦めたくないよ。でもタケルの命の方が、タケル、バカ。タケルは褒めてないよ。わかった。でも今日はダメ。ダメ。明日までに直して。タケルの決意はわかった。その代わり、その決意で明日までに直して。時間が経てば雨で濡れた木も地面も少しは乾くから、無意味に体を濡らさなくて済むからね。うん。え？また寒くなっても困るからね。それに約束したよね、明日までに直すって。だから、じゃあおやすみ。ふぅ。
タケル…だ…ね…タケル…そこ…あ…やった…カエルとヘビしか取れないんだよ。カレー粉ないと臭くて食べられないから。あアメーバー赤痢になるぞ。さすがポンペリ。蛇っぽくない？違い分かったの？はあ、だよね。どうやら揃ったようだな。
皆もいるぞ。いや、どうやら間に合ったようね。置いていくべきかどうか真剣に考えたわよ。遅かったね、タケルさん。何かあったの？うん、そうだね。どうしてそこで赤くなるわけ？まさか何か間違いがあったわけではあるまいな。タケルが蛇に噛まれたくらいだよ。それは聞いたわ。あれ？いつの間に二人ともいい感じ？それよりほら、次の行動計画を。そうね。白金、やるね。その件はおいおい追求するとしよう。みんな、いい？脱出ポイントが分かったわ。タマセとアヤミネが A 地点で無線を見つけて、味方周波で回収ポイントの情報を手に入れたのよ。据え付け型だったから無理で、暗号を解読した結果。バカね、回収地点の情報を平文で打つわけないでしょ。敵にも教えちゃうじゃない。可能性はゼロじゃないけど大丈夫よ。国連軍のブルーナイン暗号だから。座学でやったでしょ。そなたたち以外の全員で結果が一致している。安心するがよい。ついでにアンチマテリアルライフルを一丁手に入れたよ。弾は一発だけだけど。私たちの方はラベリングロープを手に入れた。ルートはどうするの？なるべく緩やかそうなところを選びましょう。実際の地形はわからないんだけど、それくらいしか判断基準ないから。時間の浪費はできないわ。はっきり言ってギリギリだと思う。きついね。よい、合流の期限には間に合ったのだ。ここからは全員行動だから、チームワークの悪さが即不合格につながるわ。気をつけて。OK だよ。行くわよ。そんなことしたら白金だけ離れる可能性があるでしょ。それに万が一罠を素通りせざるを得なくなった時に、白金の前と後ろから注意を促すことができるでしょ。前方に崖を発見したよ。下に川が流れてる。
渡るわ。無論だ。頂から見た景色を忘れたのか。この川の上流に湖があったんだよ。迂回するには時間がかかりすぎるから。あやみね、向こうにロープをかけてきて。了解。Kさんは身体能力が高いからね。フリークライミングとかラペリングはお手のものだね。よりによってこんな時に。なんとかなっているようだな。ええ、腕は確かだもん。登り切ったあれ。さすがはアヤミネ、大したものだ。オーケーだって。わかったわ。川が増水しないうちに行きましょう。タケル、どうかしたのか。どうした。無論渡るのだ。先行くわ。前、行くぞ。頑張ってね。雨、止まないよね。増水もしてるし。これじゃ、Kさんにロープ回収してもらうのは無理だね。雨が止むのを待ってみる。スコールかと思っていたが、いつ止むかわからん。時間の浪費であろう。それ以前にこのままここに留まっていると雨に体力を持っていかれてしまう。ロープは必要だと思うわ。ここから先にもこんな風な地形になってるかもしれないし。でもどうするの。ロープの縛り目をライフルで狙撃してほしいな。タマさん、できるかしら。私？そうすればロープの回収は可能よ。だが一発しかない弾を失うことになる。それはそうだけど、私はロープを重要視するよ。意見のある者。榊。何？ミツルリ。私はここでライフルを使うべきではないと思う。理由は？1キロ先の目標をも破壊できるライフルだ。弾も一発ゆえ、後々役に立つ機会があるやもしれぬ。それは確かにそうだけど。それにロープはツルなどで代用できる。弾はさすがに無理だ。でもラペリングロープの信頼性は高いわ。少なくとも人間を吊るすことを前提に作られただけあって、植物みたいに折れたりちぎれたりしない。僕は隊長に賛成だな。どういう意味？ライフルよりもロープの方が使い勝手がいいからね。また崖がないとも言い切れないし。私はライフルを取っておきたいな。意見がなかったら言わなくていいわよ。ロープは諦める。どうして。隊長の意見だから。あなたね。というのは嘘。もしも仮に
ライフルが外れたら、そうでなくても何らかの理由でロープが切れなかったら、ありえないね。あり得る。確率論的には有利ね。もしそうなったら僕たちはロープもライフルも失ってしまう。現実見なさいよ。確率論だけで言ったら私たちは今川を渡ってないわ。そう、落ちたら死んじゃうんだから。このままではすんなりと決まらないな。そういえば白金はどっちなの？人数はほぼ分かれてるわけだし、白金の意見も聞くわ。正直言うと素人っぽい白金の意見なんて当てにならないと思うんだけどね。まあいいわ、聞かせてもらうわ。妥当なところね。まあ素人なりの奇抜な発想かしら。まだ日が浅いでしょ。そうね、2つの選択どちらにもほぼ同じだけ利がある。あとは隊長であるそなたの判断に任せる。いつまでもここで延々話し合ってるわけにもいかないしね。時間もったいない。そうね、雨も冷たいし。じゃあ私なりの判断を下させてもらう。ライフルを使ってロープを回収するわ。みんないいわね。分隊長の最終的な判断だ。異論はない。じゃあタマセ、お願い。失敗したら取りに戻ればいいだけ。前にも言ったであろう、タマセは極度のあがり症なのだ。普段はな。しかし今回のように弾が一発しかないような状況ではまだまだなのだ。アンチマテリアルライト光景の大きさから人間を撃つようには作られてない城なのね。ものよ、このくらいの光景だと1キロ先の車両とかを狙ったりするのよ。回収したよ。ライフルがどうしようか。どいてく？弾が手に入るかもしれないが重い上に長い。置いておくことにしよう。そうね、でもスコープは使えるわ。持っていきましょう。それじゃあ行こう。あれが回収ポイントかしら。地図にある印の位置が間違っていなければあそこがそうなるだろうな。
ゴールまでもうすぐだね。不平を漏らすな。余計疲れる。タケル、大丈夫？白金、ちょっとしっかりしてよ。情けない声出さない。ほら歩きなさい。喜びすぎ。そうね、やったのね、私たち。正直タケルにかなりの不安があったが、やればできるという言葉もあながち捨てたものではないな。ゴールに着いたら元気になるんだからね。ヘリがいないところを見ると、それを使うのだろうか。タクネ、あー本当に元気だよね。タケルさん、そんなにこれ焚いてみたいの？どうするの？してる奴がいるなんて。私にだってわからないわよ。わかるのは、何かに反応した砲台がヘリポートを破壊したことだけよ。ヘリ、逃げてった。まだ任務を達成したことにはならんのだろうな。向こうからのコールであれば問題ない。こちら第 207B 分隊。あー、みんな生きてる？あら、その割に元気そうじゃない。損害は出た？隊に損害はありません。白金が興奮している程度です。
こっちまで聞こえてるわよ。それはそうと、ちょっと予定が狂っちゃったわ。確認できると思うけど、そこから北東にある離島の砲台がなぜか稼働しちゃってるのよね。そちらでは制御できないんですか？無理、自動制御だから。困ったわね。新しい脱出ポイントを設定するわ。了解。新たな脱出ポイントの位置点は攻撃をしている砲台の真後ろね。そこに行くまでに砲撃される可能性がありますが。私にできるのは脱出ポイントを教えることだけよ。以上、通信終わり。というわけよ、みんな。そうか。今回があまりにも順調に行き過ぎたのでな。何かあるとは思っていたのだが、案の定だ。そうだね。いかにも博士らしいやり方だよね。タケルさん、汗ダクダクだよ。タケルがターゲットにされたのかもね。一概にそうとは言い切れないけどね。自動制御の砲台が何をターゲットと認識しているかわからないから。まあ今回は運が良かったということで、感謝感謝。岩場に引っかかってるね。深さもそれほどはないだろう。拾えそうではあるが。砲台に狙われるかもしれないよ。とはいえ、拾わなかったら鎧と白金の二人が水を携帯できないのよね。あと一日分くらいしかないから。現状みんなで分けるのは辛いけど。どうする？なるほど。無理をしないと約束できるなら許可するわ。確かに僕もすでに水筒を失ってるからね。これ以上の水不足はかなり不安だから。そうか。死ぬな。私たちは手前の物資まで交代。白金は水筒回収次第合流。いいわね。タケルさん、ご分を。帰ってこい。
心配だったからついてきちゃった。で、このボート何？ちょっと調べてみるね。罠かもしれないからタケルは下がってて。使えないね。エンジンも正常だし、罠もつけられてない。その気になればいつでも動かせるよ。燃料がないんだよ。様子を見るには新回収ポイントに近づかないといけない。とりあえず東に移動するわ。止まらないで。なんかあそこにレドームが。どこだ？あそこ。ほら、やっぱりレドームだよ。あれか。レーダードームの略だよ。アンテナとか風にさらされるとまずい機材を覆っているカバーだね。崖の真ん中に設置するのはかなり不自然だぞ。もしや。双眼鏡でもあれば細部まで見られるんだけど。できるわけないでしょ。スコープ出して。はい。じゃあ早速調べようよ。やっぱりよくわからないね。欠けてるみたい。そこから何か機械みたいなものが動いてるのは見えたよ。砲台の探索システムの可能性が高いわ。基地にある防衛システムにも
同じようなレドームが据え付けられているのよ。稼働しているとすればそうかもしれないな。少なくともあの場所からならヘリポートは見えるはずだ。探索システムは砲台の目に当たるものだから、それで機能は狂わせられるはずだよ。弾があったらここから狙撃できたんだけど。使っちゃったしね。惜しいことしたかな。ないものは仕方ない。あれが私たちを見張っているという可能性が分かっただけでも収穫と考えるべきだ。砲台の位置がここからじゃ見えないわ。ひょっとしてここは狙われないのかしら。憶測で物事を推察するのは良くないが。そうね。あのレーダーが私たちを狙っていた砲台一つだけを管理しているとは限らない。警戒しないといけないわね。あのシステムの影になるところを探して進みましょう。出ないと命がなくなるかもしれないわ。これ渡れるのかしら。ロープで補修すればなんとか行けると思うよ。向こうの橋は鉄橋ですね。だが、向こうまで行くには相当の時間を消費するぞ。ロープで補修して一気に渡るのが賢明だと思う。何よりも時間が惜しい。そうね。鎧、あやみねの両名は橋の補修を。了解。了解。どっちかっていうと隊長って呼んでほしいんだけど。砲台の影になるところから接近して砲台そのものを潰すのが早いわ。行きたい？知ってるわ。だからいつでもあなたという選択肢は最後の最後よ。OK だよ。補修完了。ただあんまり期待しないでね。ノロノロ渡ってたら落ちるから。素早く揺らさず。橋の基部腐ってるみたいだから。さあ行くわよ。出発。
じゃあ行ってくる。気をつけてよ。言われるまでも。そんなのどこにあるのよ。真下の死角から接近してベルトリンクかシステム部をカットしてくれば終わるわ。私たちはしばらくここで待機ね。大丈夫よ、なんだかんだでやるときはやるしね。あのね、馬が合わなくても能力の過小評価はしないわ。それ皮肉？少し眠るか？アヤミネが戻るまで時間がある。緊張しっぱなしで感覚が麻痺しているのだ。そのうち一気に体に来る。その時寝ていられても困るのだが。休める時に休む技術も大切だよ。目を閉じて横になってるだけでだいぶ違うよ。様子見てくる。探知されないでね。陽動にはなるけど寝るどころの騒ぎじゃなくなるから。タケル、起きないか？タケル、起きたか？バッチリ。罠調べてみたけどほとんどなかったよ。これで一気にいけるよ。不謹慎ね。そういう考え方はあなたにしかできないわ。だが、前向きに考慮するのも悪くない。残念だったね。あ、かわいそう。気にするでない。それじゃ、張り切っていこうか。いずれわかるわ。かわいそう。よし、10分の休憩後、移動開始。タケル、聞こえない。
回収ポイントみたいね。おめでとう、合格よ。当然の結果だ。受かっちゃった。やったねタケル。ううん、みんなのおかげだよ。みんながいてタケルがいたからだよ。退屈してるみたいだけど。お、よく。せっかくの時間を無駄にするのはよくないぞ。なんか怒ってる？なぜと言われてもな。だって南の島でしょ。前回はこんなことする気分じゃなかったしね。合格祝いの人泳ぎは最高だね。別にいいではないか。水着でなくとも。そうよ、気にしなければいいじゃない。どうせなら楽しもうよ。大丈夫、恥ずかしくないって。白金を海に叩き込むわよ。おー、それ行くよ。ごめんねタケル。1、2の3。
バイバイ。評価演習はご苦労だった。それとよくやったな。ありがとうございます。本日より次の段階、戦術機操縦についての基礎を勉強する。白金、せっかく褒めたのに怒らせるな。数日間の座学の後はシミュレータールームで実際の操縦感覚を学ぶことになる。戦術機の操縦は早く身につけるに越したことはない。遅れていようがいまいが、時期が来れば訓練機は搬入されてくる。その時それに触れることも許されず、ただ地面から眺めているのが嫌なら一日でも早く身につけろ。分かったな。はい。なんだ白金、何らかの理由で戦術機部隊が使用しない限り、ある程度は希望を叶えることができるだろう。だが分かっているな、勝手に使っていいということではないんだぞ。ありきるのはいいことだ。頑張れ。顔に締まりがないぞ、タケル。今日は今までのおさらいの講義を駆け足で行う。何事も基本は大事だからな。はい。人類は第一次世界大戦以降、航空機を用いた空からの戦闘に重点を置いてきた。その方向性を決定的にしたのが1941年の日本連合艦隊の空母機動部隊による真珠湾奇襲攻撃だ。戦争の勝敗は制海権よりも制空権をいかに確保するかで決まる時代となったのだ。しかしそれからわずか20数年、人類とベータの接触でその時代は唐突に終わった。ベータの戦術や戦略は我々には全く理解できないものだった。ベータの戦力に航空戦力は皆無だ。物量に物を言わせた突撃戦法が主体である。人類は初戦から圧倒的な航空兵力を投入した。だが長距離ミサイルを含めて彼らには全く損害を与えられなかったのだ。なぜだ、鎧。ベータの保有している対空兵器のせいです。そうだ、とんでもない性能を持った対空兵器、いやそもそも兵器なのかも疑わしいが、事実その驚異的な対空システムの前に航空機は時代遅れの兵器になってしまった。全高3メートルほどの小型のやつですら380キロ離れた高度1万メートルの飛翔体を的確に捕捉し、30キロ以内の侵入を許さない。20メートルクラスのやつはさらに脅威だ。高度500メートルで低空侵入する飛翔体を約100キロ手前で撃墜してしまうほどの高出力レーザーを放つ。全高20メートル、高度500メートル、距離100キロ。この距離の関係が何を意味するのか。タマセ、遮蔽物がないと仮定した場合、20メートルのベータの発射口から水平線までが約17キロです。高度500メートルにある物体が地球の丸みの影に隠れようとした場合、距離は最低100キロ必要です。これは
気象条件などを考慮しない、あくまで理論値ですが。その通り。つまり水平線から顔を出した瞬間、装甲を持たない航空機は撃ち落とされてしまうということだ。しかも光学兵器である以上、回避はほぼ不可能。大気や気象条件による減衰も期待できない高出力、現時点で最も完成された対空迎撃システムだ。これによって歩幅飛行と超高高度を極超音速飛行できない航空機は最前線から駆逐されてしまったのだ。1968年、ベータの月面進行開始から数ヶ月後、そこで得られた戦闘記録をもとに 1G 環境での地上戦、すなわち地球上での対ベータ戦闘シミュレーションが始まった。その結果、在来兵器のほとんどが従来の人間と戦うための戦略戦術ではベータに対して有効ではないことが判明した。それに伴って、人類と異質の思考を持つ敵と戦うための総合的な戦略転換が迫られ、同時に数多くの対ベータ兵器の開発計画がスタートした。そのうちの一つ、宇宙開発用の大型 MMU を原型に開発されたアメリカ3軍の共同開発計画機 NCAFX がアメリカ国防省のトライアルを勝ち抜き、1974年米軍に正式採用された。これが人類史上初の戦術歩行戦闘機 F4 ファントムというわけだ。帝国軍でも76年からライセンス生産開始、77年に F4J 激進の実戦配備が始まった。この機体は世界30カ国以上の軍隊に実戦配備され、派生機種も多い。主力機の座を F15 イーグルにとって代わられても、電子兵装や手機などの近代化が繰り返され、現在でも国連軍戦術機部隊の中核を成している。榊、戦術機の運用に最も適した局面は？はい、市街地や大規模地下系構造を持つ背部内部など、車輪や装機式の陸上兵器、あるいは戦闘ヘリなどの航空支援機では対処しきれない立体的な戦術を必要とする局面で使用されます。その通り。ところで、兵器の概念の一つに万能は無能であるという言葉がある。当然戦術機は万能ではない。詳細は後日に回すが、臨海部の敵拠点を通常兵器で攻略するケースを例にとって、簡単に戦術機の基本運用と兵器体系での位置を説明する。まず、海上に展開した戦艦部隊の一斉艦砲射撃と地上のマルス部隊による面制圧、これを反復。この段階では地上の敵の6割以上の掃討が目標だ。次に、敵対空ユニット殲滅を優先目的に、戦術機、戦車を中心とした機甲部隊が戦域に突入、同時に攻撃ヘリ部隊による支援開始、最後に航空部隊による増援支援というわけだ。地上制圧後は敵地下施設への侵攻、これはさっきの説明にもあったように戦術機の独断場だ。ミツルギ、激進をはじめとする60年代の戦術機の設計トレンドと80年代以降の設計トレンドの違いを簡潔に述べろ。敵の攻撃に対し、60年代機は重装甲化で対処、80年代機以降は機動性で対処するように設計されています。その通り。近年の技術革新や新素材の開発、主機の出力向上や小型化による機動性の向上によって、戦術機のフォルムとポジションは変化してきた。最近では戦闘ヘリに代わって戦術機がエアカバーを担当することが多くなったこともそれを裏付けている。このように航空機の戦術的なポジションにとって変わった戦術機だが、実戦部隊が配備された当時、パイロットの熟練度が大問題になった。なお、戦術機のパイロットは和訳で英士と呼ばれている。以後、和訳故障を用いるので混乱しないように、当初大幅な再編を求められ、職を失いかけた空軍のパイロットたちを英士として再教育したわけだが、これは94年配備の不知以降の機体に採用され、それ以前の機体にも換装されている92式戦術機管制ユニットだが、航空機のコックピットとはあらゆる面で全くかけ離れている。それまで影も形もなかった
戦車と航空機の中間的な存在である人型兵器の操縦、戦術、運用、機動まであらゆる部分に要求される発想の転換についていけるものは少なかった。対ベータ戦の切り札、新概念の兵器である戦術機は、その必然性や設計開発思想がいかなるものであれ、現場の兵士を混乱させる兵器になってしまったわけだ。その当時、初陣の英種の戦場における平均生存時間がどのくらいか、知っている者はいるか？白金、言ってみろ。8分だ。この事態は人類を驚愕させた。英種は最初から英種として育成されることが必要であるとして、専門の共同部隊と訓練隊の整備がさらに加速した。その影響は各国の義務教育課程のカリキュラムが変更されるなどの教育改革までに及んだのだ。その先人たちの膨大な犠牲のおかげで、貴様たちは洗練された英士教育を受けられるのだ。そのことは決して忘れるな。はい。戦術機のシミュレーターには非常に高度な技術が導入されており、実物の完成ユニットをそのまま使用している点からしても、他の兵器のそれとは異なる。これは戦術機の特性をシミュレートするという必要性もさることながら、こうした歴史的背景も無関係ではない。いかに早く確実に英士を育成するかが、現在においても戦況を直接左右する重大な要素なのだ。さて、戦術機は誕生から30数年、常にベータと直接対峙し戦ってきた。お前たちも戦術機を借り戦場に出る日が来る。では聞くが、その時生死の明暗を分けるものは何だと思うか？榊。はい。目的を遂行しようとする意志だと思います。三剣。はい、戦術機を使いこなす技術だと思います。玉瀬。はい、英士の精神的な強さだと思います。それは榊寄りの考えとして良いか？はい。あやみね。はい、優れた操縦技術だと思います。鎧。はい、英士の判断力だと思います。なぜだ？戦場では一瞬の判断が生死を分けるからです。特に戦術機の場合、自分の判断と戦術機の動きには時間的ロスがあるとも思えます。なるほど。では白金は？